今日は沖縄三線の勘どころについて少し話をしたいと思います。三線の弦の長さというのは上駒の部分から下駒の部分までが2尺ということになっているので、現代の数値に直せば、606ミリになります。尺貫法でいうと2尺なんですけども、センチとかミリに直すと606ミリということになります。で、まずは今回この三線一つ用意しまして、西洋音階の12音階に相当するポジションをきちんとチューナーで測って、貼り付け、シールを貼り付けしてみました。これがシールを貼り付けた状態です。ちゃんとチューナーで一応測ってますので、全ての12音階半音も含めて、割り振られている状態になってます。ところが、これは西洋音階でツボというか勘どころを割り付けしたんですけれども、三線の勘どころは実はちょっと違うんじゃないかという説がありましてですね、今日はその三線の勘どころがどれぐらい違うかというところを実際に、見せていこうかなというふうに思ってます。はい、こちらがですね、沖縄のある三線屋さんが提唱している、沖縄民謡により適したと考えられる壺の割り振りです。白と緑の方が西洋音階、そして新たに貼り付けした黄色の部分が、その三線屋さんなり、あるいは沖縄民謡により適しているのではないかと考えられている、壺の割り振り、勘どころの割り振りになります。西洋音階に比べて、やや音が低くなるように調整されているように感じます。弦長、弦の長さ自体は2尺で全く同じなんですが、それに対して壺の割り振りが音がやや低くなるように、振られているということが分かります。で、実際にこれどう違うかを演奏して検証してみたいと思います。それではまずは西洋音階から弾いてみましょう。今度は三線の音階を元にしながら弾いてみます。以上のように実際に弾き比べてみて分かったことは、西洋音階のポジションで沖縄民謡を弾いていくと、やはりちょっと硬いというかパキッとした高音部分が強調されてしまう。それに対して、沖縄の音階、三線の音階をそちらの方に寄せていくと、ちょっとだけこう 半音とまではいかないんですけど、やや低い方にずれることで、まろやかな感じがすると、そういうような印象を受けました。皆さんもいろいろ研究してみてください。